司科の1年4組の大関真那覇です。いやまだなんか慣れなくて不安なことも結構多いんですけど、友達もいっぱいできましたし、お互いに教え合ったり支え合ったりして頑張れていると思います。実技の授業がほとんどで、自分の成長が実感できるようなものが多くて、とても前並みに授業できたと思います。好きな授業はワインディングの授業が、あのロットを巻くやつが結構好きで、もう見た目で自分がどんどんできるようになっていくっていうのがすごく実感できるので楽しくできています。ベルに入る前から特待生の子たちと仲良くなって一緒にやったりとか、お兄ちゃんがここに通ってたんですけど、一緒に、まあ、家族で教え合ってみたいなのをやってて、すごく楽しかったです。先生と先輩と後輩とのすごく距離が近くて、まあ、教えてもらいに行くのもすごく聞きに行きやすいですし、明るい雰囲気で、まあ、堅苦しくないっていうのがものすごくいいと思います。そうですね、就職に向けて主体的に自分からいろんなことを努力して成長していきたいと思っています。美容師科1年の佐野圭斗です。先生が優しくわからないところを教えてくれるので、その授業内にできないところができるようになったり、放課後に残って友達と練習することができるのですごく楽しいと思います。普段の授業はお互いにヘアセットしたり、シャンプーの授業でお互いにシャンプーしたりしてます。好きな授業はメイクの授業です。今までやったことなくて新しいことできてて楽しいなと思います。さっきの授業はヘアセットの授業でした。韓国風のメンズセットしてました、楽しかったけど難しかったです。原宿ベルは周りのみんな仲良くて明るい学校なので話しやすくていいと思います。これからは今よりもっと上手くなって就職できるように頑張ります。はい、美容師科1年1組の木村美穂です。すごい充実した毎日で、結構電車通勤で朝早く起きて満員電車乗るのは結構大変なんですけど、周りの友達だったり先生の面白い授業のおかげで毎日頑張れてます。普段は国家試験のワインディングの授業はもちろんカットだったり、あとアイロン使った技術のヘアセットしたりしてます。私はシャンプーの授業が好きで、普段からその役立つ知識とか技術も学べるし、単に友達とシャンプーするのも楽しいです。友達は最初はインスタ交換から始めました。で、結構人見知りな子でも本当フレンドリーな人が多いので話しかけに行く人が多いから、そんなに友達作らなきゃっていう意識なくても自然と作れます。原宿ベルはすごい活発な子が多い印象でした。おしゃれな子が特に多くて、いろんな系統のおしゃれがあるので、なんか自分磨き頑張らなきゃっていう意識はありました。今も充実してるんですけど、授業では先生の吸収できるところを全部吸収するのっていう心意気で真面目に取り組んで、学校生活は友達とたくさん遊んで、授業と友達面でメリハリつけて楽しくもっと充実させます。